これは昨日拾ってきた 7.62×25。 日本でも結構使われてるトカレフの薬莢。これが今までと違って来館がボックスプライマー、北米とか結構使われてるやつで、 S&B が作ってるやつ。これはあまり見ないやつで、これを100何個か拾ってきた。もしかしたらこれをリロードして打つかもしれないので、薬莢をまあ綺麗にしたとこなんだけれど、4個なんだけどね、これが4個の一つだけど、非常に硬い雷管が出てこない。結局は下からじゃなくて上から押してピンで押すんだけれども、それがピンが貫通してしまった。これが4個。それを抜くのには、これは釘なんだけど、こういう特殊工具を作って、さっきのところに雷管に入れて、雷管の下の部分に引っ掛けて、こういう風に取り出す道具を作って、これから、まあ3個残ってるけど、これはさっき取り出したんだけど、これからちょっと抜いてみようと思う。ズーム。万力にセットして、硬い、こんなにぐちゃぐちゃになっちまう。よし、これで4個きれいに取れたかはあれだけど、まあきれい、ちょっと切りがついたけどね、まあちょっと整備して、あれこれなんだ、あこれ壊したやつだな、壊れてもないか、まああとちょっとやれば使えるでしょう。7.62×25 トカレフ、これをなんとかリロードして打ってみたいけど、どうなりかけたら銃を買わないとね。